皆さんこんにちは、校長の関田です。世界は今後ますます予測困難で不確実、複雑で曖昧な時代を迎えると言われています。そのような近未来を目前に、本校ではより良い世界を築くことに貢献する地球人の育成を目指し、そのため学校生活のあらゆる機会を通して未来の学力を備え、国際的な視野を持つ生徒の育成を学校使命として掲げています。この学校使命を実現するために、本校には次の3つの大きな特徴があります。1つ目として、本校は埼玉県内初にして唯一の中等教育学校です。教育課程の基準の特例を生かした特色あるカリキュラムによって、全ての生徒が6年間の系統的継続的な学習活動を展開します。2つ目として、本校は国際バカロレアのミドルイヤーズプログラムおよびディプロマプログラムの認定校です。何のために学ぶか、その学ぶ意味を理解し、そして学び方を学ぶ、課題解決型の探究学習に取り組みます。3つ目として、本校はさいたま市教育が目指す3つの G、 グリッド、グロース、グローバル、これを校訓に掲げ、未知の状況や課題に直面しても臆せず諦めずに取り組み、仲間と共同してより良い答えを導き出す未来の学力を養います。また誰もが不安や不満を抱きがちな昨今のコロナ禍でも、充実した ICT 環境を生かし、全ての生徒が日々安心して学習を進められるよう、オンラインやオンデマンドなども併用し、より良い学習機会を提供しています。高校受験で途切れることのない本校の6年間で、高い志を抱いた新しい仲間たちと一緒に、自分自身と、そして世界のより良い未来を実現するために必要で有効な力を身につけていきましょう。それがここで学ぶ世界の未来の作り方ということです。来春皆さんが本校モイスに入学してくださることを心から楽しみにしています。